こんにちは、ミカドルクスだぜのカルタッチです。今日はまあ簡単に言えばっていうか、錦糸瓶グランデスのグランデスオクワガタの錦糸瓶産卵の幼虫の割り出しね。グランデス、今回3つともグランデスかな。ホーペはね、もうほとんどもう割り出しちゃって、残ったのがグランデス。もう今年は、産卵セットやってるのは、帝王ヒラタとパラワンヒラタぐらいかな。うん。もうあとはこれで、打ち止め。錦糸瓶産卵させてないから、ヒラタの方は。だから、まあ、オークワ関係ばっかりだね。で、今回はグランディス。三つ。どうだろう。いくつぐらい取れてるかな。一応ね、500の錦糸瓶が17本しかないから、まあ、それぴったりが一番理想だけど、3系統。これも全部系統が違うね。これが C。これが2番。これが D。っていう感じでやっていくんだけど、もう結構みんなやってるのかな？錦糸瓶さんの。ちなみにね、これ河原でも何でもない。普通の平竹。ちょっととりあえずこれからやってみようか。錦糸瓶産卵は、どうかな。もう、グランデスあたりでも簡単に取れるし、だから、和名でオークワガタってついてるやつは大体取れるんじゃない？小型ドルクスはちょっとわかんないけど、まあ、あとアンテはちょっと無理かな。無理で。かなって思う。もしアンテで錦糸瓶産卵やるんだったら、埋め込んだ方がいいかな。って気がする。マットに。まあ、そんな感じで、もしやったことない人がいたら、めちゃくちゃ簡単でおすすめなんで、産卵木って結構、なんか、高いイメージ。あと、いいのが少ないみたいなイメージ。あると思うけど、それはもう安定してる錦糸瓶でやれば、もう簡単にサクサク取れちゃうんで、もう絶対おすすめ。割り出し時の幼虫やっちゃうとかね、星にしちゃうとか、そういうのも、かなり産卵木よりは少ないと思う。気がする。まあ結構ね、俺なんかだとナタでまずドーンと割っちゃったりね、あんまりこの繊細なことができないんで、あのピンセットでこうね、メスの削りカスを取ってとか、あんまりそういうのは、まあ、性分として、あんまり苦手というか、バコーンと割って、バコーンと出しちゃうみたいなね。まあ、最終となればまた別なんだけど、まあ、別かな。最終でもな。まあまあ、やめとこうか。この話は。まあまあ、いいや。これ、とりあえず、もう、食根が結構走ってるから、普通にいると思うんだよね。で、まあ、この辺割り出して足りなきゃまた500注文しなきゃいけないし、まあ、そういういろいろ、目処を立たせるのにも、あ、いた？違うか。もう、まあ、そういう意味でもね、
目処を立たせるっていう意味でも、うん、そろそろ割っていこうかなみたいな。こういう食根はね、手元の写真で、写真じゃなくてさ、一人で撮ってるからあんまりあれだけど、ちょっとあれだね、胸にも iPhone つけてみよっか。最終の時とかはねつけるんだけど、こういう感じで書類宇宙撮れます。グランディスの書類宇宙はやっぱでかいね。でかい。さすが世界一大きくなる大クワガタ。まあ食根はね、いつも通りちょっとこう分けながらやっていくんだけど、もう本当にこれこうちょっとずつさ、本当はね、あ、いるいる、こう割ったところにもこうやって食根があってさ、めちゃくちゃ簡単だよねこれ。ほんと楽。あとこうやってちょっとずつ割りながらあれしていけばいいだけだから、幼虫いるか見ていけばいいだけだから、ほんと楽だよね。あ、ここもいる。あ、隣にもいる。食根云々っていうのはやっぱりまああんまり気にしない人は気にしないだろうけど、って感じ。ミーからすればまあこういうのはどうなんだろう、性分みたいなのもあるのかな。だからどうしなきゃいけないとか、どうしちゃいけないとか、そういうのはもう自分の判断だから、だから自分がね決めていけばいいんだよね、そういう自分なりのルールみたいなものは。まあ人のは見て、まあ参考にしてみたり一回やってみたりしてね、人がやってることを真似してみるっていうのも手かもしれないけど、それがね、やっぱり合う合わないみたいなのもあるし、その飼育環境で。だから好きにやればいいんだよね。痛い。これは本当に楽だね。潰す心配がほぼない。こんな感じで出てくる。今3匹でしょ。禁止瓶17本だから17匹出た時点でもうやめちゃうから、17匹ぐらい3本禁止瓶があれば埋まると思うんだけどな。いた。4匹。それにしてもグランディスの書類宇宙はでかいね。グランディスって単純にやっぱりまあある程度簡単に大きくできて、簡単にって言ったってそれは何も考えずにっていうわけにはいかないけどね。だけどホーペイとかと比べると簡単に8センチオーバーするしね。まず迫力があって、いい虫だけどね。4匹。これ余っちゃうっていうのはあまり良くないね。よし。5匹。あ、ここにもいそうだな。あ、いた。6匹。あ、17は簡単にいきそうだね。6匹。しかしでかいよな。おい、あ、7匹。あ、2連になってる。オスだ。
これオスの二例幼虫。これもしね、メスの二例幼虫が出てきたら、比べてみるから、グランディスの二例幼虫のオスの頭ってめちゃくちゃでかいからね。グランディス、好きな人って多いのかな？まあ俺は昔から好きだけど、結構やってみると面白い虫で、8センチオーバーは割と簡単にできるけど、まあ、9センチってなるとね、うちでもまだ出たことないから、でもね、世間の人では95とか出してる人もいるみたい。95ってほとんど10センチだからね。化け物サイズだよね。とか言ってるうちに、もうすでに一本ばらし終える頃だけど、これ以上は取れないのかな。やっぱりそれでグランディスが初例から終例になるまでは、やっぱちょっとホーペイとかより長いね。期間が長い。うい、痛い。これで何匹？ 8 匹ぐらい？ 1、2、3、4、5、6、7、 8匹。もうあと9匹分しかないのか？やっぱお役頼まなきゃダメかな。やっぱり虫を大きくするには、このぎゅうぎゅう詰めの缶、このなんていうの、ぎゅうぎゅう詰め、例えば産卵木に長いことを置いてた、例えば終例までなっちゃったホーペのオスの幼虫とかは、やっぱりね、あまり大きくならない。まあそれを踏まえて、今年はちょっと前の動画でも言ったと思うけど、500の禁止ボトルに初例から入れて3例初期まで育てて、それから3例初期のものを取り出して500の禁止瓶からで移していこうかなと。いつもの体型だよね。まあホーペのオスなら1500に移して、その後1500に移して、もう一本1500に入れて羽化まで。グランの場合はちょっとでかい幼虫が出たらね、考えるけど、2300までは考えようかな。2000、本当はね、2000のボトルがいいんだけどね、あのボトルぐらいまでは考えて、あともう一本追加するかどうかまで考える。大きい虫ってやっぱり、禁止瓶、まあ、餌よく食うからね。じゃあちょっと、メスのね、二例幼虫が出なかったから、ちょっと、わからないけど、まあいいや。とりあえず8本か。4、5、6、7、8本。8本。8匹ゲット。残りが9本。残りの9本足りるのかな？まあ、ミー的には足りない方がいいんだけどね。幼虫ってやっぱり、数が多いと、この来年の春の楽しみが全然違うから。
新市民三段なぁ。三段僕絶対使わなきゃいけないっていうものでもないし、ミーは昔から好きでやってるんだけど、まあ三段木と並行してやってた時期が一番長いのかな。よし。これを食根と一緒に入れていって。4、5、6、7、8、こんなもんかな。簡単だね。多分三段木でやるよりこう幼虫ばらす方、幼虫を出す方、取り出す方、まあ割り出しやね、三段木の割り出し時間が全然違うと思う。だからなんで、まあやってない人はなんでやってないのかなって疑問に思っちゃうぐらい、2位からすればだけどね。それはもうやりたい人の自由なんで別にいいんだけど、とこれが C ケットだね。これはちょっと避けといて、あとでラベルを書こうかな。よし、じゃあ次、これも食根出てるけどちょっと寂しいな。だいたいね、大クワガタって産卵、まあ最終やる人は分かると思うけど、こういう感じで穴開けるね、こういう感じ。うん、まあ自然界だと水がね回っちゃう対策とか、幼虫なんて水にめちゃくちゃ多分弱いから、水が回っちゃうとすぐ死んじゃうからね、自然界だと。だからそういうあれだと思う。プランディスも同じようにやるんだね。ちょっと待ってよ。もういいな。これ一回捨てます。まあざっと幼虫見て、もう卵は多分ないと思うんで、少量幼虫もパンパンになってたから。でこのこういうのはね全部燃えるゴミで捨てます。万が一残っててもまああんまり嬉しいことではないけど、この野に放たれないように燃やされちゃうから、ね、焼却されちゃうんで、まああんまり嬉しいことじゃないんだよ。だからちゃんと見つけてあげることがあれだけど、産卵木はとにかくやっぱり時間かかるんで、あれなんていうの、水を回らしたりさ、あとなんかちょっと水分が多いとカビちゃったりとか、まあ管理も大変だし、いろいろ大変。あ、いる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 。あ、いたいた。いたいた。よし。まあ別に否定してるわけじゃないんだけどね。だから産卵木は、常にストックがあるけど、よっぽどメスが禁止日に反応しないとか、そういうことがない限りは、うちでは
まあ、ストックしてあるだけ。あと、インディスとか行ってさ、いい産卵木が最後まで売れ残ってたりすると、買ってきてね。でか、シュレイター。シュレイチ。バリバリ書類もいるんだけどな。で、まあそういうのを買ってきてさ、一応念のためストックしとくっていうぐらいかな。うん、まあ、一本もないっていうのはちょっと不安だし、細い材はね、細い材の方が、まあ、結局、いい材が多いんだよね。菌がよく回るっていうか、早く回るから。で、だから、細い材でいい材があると買っといて、色虫、まあ、うちの色虫、メタリフェルとか、エラフスとか、あの辺に使うようにしている。うん、これもしゃれ。今3匹。なんでこいつ1匹だけすげえでかいの出たんだろう。すげえ成長したんだな。これだけ。あ、ここにもいる。あ、これ2例だ。うん、2例のメス。さっき出てくるやね。比較できたのに。これだけど3例のオスが出てきた、まあよっぽど早かったんだろうな、女のが。3例のオスが出てきたってことはもう別にこっちに入れる必要ないんだよね、500に。だから1500に直接入れちゃうけど、こうなるとあんまり大きい虫にならない。これ一回1500に入れた時に、印かなんかしとこうか。まあ、同じように飼育してみて、この、どれぐらい、まあ、大した、こう、データにはなんないかもしれないけど、まあ、データ取るってやっぱりある程度の数がいるからね。うん。統計学的なことはできないかもしれないけど、まあ、でも、ほらねってなるような気がするから一回やってみよう。だからといってこの悪い環境で育てるとかそういうことはしないよ。結果がなんか欲しくてなんか結果欲しさにいろんなことする人いるからね。うーん、まあこんなもんか。うん、こんなもんだな。よしよし。これは、1、2、3、4匹。あれ？でも3本しか使わない。ってなると、あと6本。次6匹出なかったら余っちゃうな。まあ余ってもいいんだけど。ああ、落ちた。うん。これは2例のメスです。1500をちょっと一本持ってくる。持ってきた。よし。よいしょ。はい。これで。4匹。今12匹か。いないな。いない。よいしょ。
はい、最後の瓶だけど、一番なんかいなさそうだね。いないんじゃないこれ。いるのかな。食感がないな。うわ、食感がないな。本当にない。いるのか。あ、あったあった。食感あった。あぶね。あぶねあぶね。いるわいるわ。これ一番なんか少ないな、食感が圧倒的に。暑いね。しかし、ない、食感が全然ない。この塊にしかないね。よいしょ。あ、いたいたいた。ああ、2匹いる。2匹出てきた。こんな感じ。あ、1匹落ちた。やっちゃうんだよな、俺これな。よいしょ。よいしょ。2匹出てきて、あ、またいた。3匹。お、あと3匹分あるぞ、禁止瓶が。あと3匹いないかな。ちょうど。ジャスト。いないかな。今3匹。よかった。でもいないかと思ったよ。まだいてくれ。噛み合っちゃう。あと3匹。よいしょ。お、食感あるぞ。さっきの幼虫の臭いな。やっぱり。あー、いない。あー、いないな。3本余った。3本余ったか。まあまあ、毎年、絶対こうなるんだけどね。絶対こうなる。まあ、どっちにしても多めに買うから、まあこれ近い方じゃない。で、いい方に捉える。で、このいつも余った禁止瓶をどうするかっていうと、今年から年5回になったインディス。うち毎回出店してるから、そういうとこでね、このイベントの終盤近くになると、この禁止瓶と同じ数だけの幼虫を買い漁る。今回3本だからね。3本
本三、うん、なんかの散歩セットみたいなやつで、なんか良さそうな虫がいたら買っちゃおうかな。1、2、3、3。こんな感じかな。うん、まあ禁止瓶今3本割り出して、どうだろう、動画撮り始めてまだ何分、あ、でも30分。でも産卵木だとね、産卵木から書類を取り出そうと思ったら30分で3本割れないと思うんだよな。もうちょい時間かかると思うんだよな。あと幼虫も 何匹か潰しちゃってテンション下がってると思うんだよな。まあいい方にいい方に言ってるけど、うーん、ないな、やっぱいないな。まあしょうがないね、こればっかりは。よしで、これか。うん、禁止瓶3本余っちゃったから幼虫買ってきます。次回のインディス9月かな、9月15日。これ動画出す頃にこの動画が上がってるかはわかんないけど、まあどっちにしてもインディスでなんか幼虫3匹買うことが決まりました。ということで、禁止瓶産卵の、グランディスの禁止瓶産卵を割り出しっていう動画でした。じゃあお疲れ様でした。